キン。毎週木曜日のこの時間は4組の副担任乃木坂46の柿遥先生が登場。今夜は年末年始に4組の教室宛てに届いていたたくさんの書き込みを時間の限りチェックしていくとのこと。柿遥先生の乃木坂ロックス。まあね、授業も始まって、まあもうそろそろね、年末とかね、忙しかったから、頭疲れてるんだけど、落花生ちょっといっぱいあるから、ちょっとお裾分けしに行こうかな。一緒にこう割りながら食べる。千葉県15歳男の子、ラジオネーム、裸足でサンバくん。はるか先生、明けましておめでとうございます。今年も楽しい授業をよろしくお願いします。僕は新年になり、高校受験がもうすぐそばに迫ってきました。なので、応援をお願いします。卒業も近くて、今はずっとここにはないものを聞いています。はい。今夜のスクールオブロック生放送教室では、受験生を応援する授業、宣言メイトスペシャルをお届けしていますね。ラジオネーム、裸足でサンバくん。そして他にも、今、受験勉強を頑張っている生徒の皆さん。今週末にはいよいよね、大学入学共通テストもありますし、皆さんが無事に合格をつかみ取れるよう、私も全力で応援してます。頑張ってください。Attention everyone! 乃木坂 Locks! Starring! 柿遥か。生徒の皆さんこんばんは。4組の副担任、乃木坂46の柿遥かです。さあ、今夜も授業をしていこうと思うんですけれども、今回はですね、4組の生徒のみんなから私宛に届いた年末年始の書き込みをチェックしていきます。まずはこちら、滋賀県16歳男の子、ラジオネーム、カッキン推しのまっちゃんさん。はるか先生こんばんは。紅白お疲れ様でした。紅白のお一人様天国での金色っぽい可愛い衣装や、夜遊びさんのアイドルでの青と白の衣装もすごく可愛かったです。裏側があれば教えてほしいです。そうなんです、年末第74回 NHK 紅白歌合戦の方にね、乃木坂46は9年連続9回目の出場をさせていただきまして、本当にありがとうございました。乃木坂としては9回なんですけど、私は4期生なので5回目ですかね、出演です。やばい、でも何回行ってもやっぱりめちゃめちゃ緊張するんですけど、今回はあのね、凪の講師5期生の井上凪ちゃんがねセンターを務めるお一人様天国を披露させていただいて、凪ちゃんなんてだって2回目とかかな。でだってそんなのに、私ですら5回行っても緊張するのに、2回目でしかもセンターでってなったら絶対にめちゃめちゃ緊張するだろうなって思って、出番の前に隣だったのでなぎちゃんの方見たらもう涙目シクシクしてた。あんなにね、やっぱりリハーサルとかもすっごい堂々としてて頑張ろうって思って大丈夫なように見せてるけど、めちゃめちゃ緊張してたんだろうなって思って。で私はね、紅白歌合戦でセンターに立ったことはないし、なぎちゃんの気持ちがわかるわけじゃないから、だからこそなんか力になったらいいなと思ってよしよししてました。大丈夫かって言って、でもね、そう、先輩みんなでよしよし、メンバー5期生のみんなでもなんかこう慰め合ってて、ああ乃木坂だなって思いましたね、そこで。でも凪がね頑張ってくれたから大成功だったんじゃないかなって思います。見てくださったかな皆さん。あとそうですね、アイドル、夜遊びさんのアイドルの方にも出演させていただいて、それは紅白歌合戦に出場したアイドルの皆さんっていうんですかね、アイドル大集結っていう演出で、アイドルの人たちが踊りつないでいくみたいな演出だったんですけど、そんな中で乃木坂はサビを任せていただいて、いいんですかって思って、1サビ任せていただいていいんですかって感じだったんですよ。だからあの6人で出たんですけど、その6人みんなでもうキレッキレに踊ろうって言って、アイドルがいっぱい出るからこそ私たちも天才的な完璧なアイドルだぞっていう気持ちで踊ろうって言ってやってました。もうそれもすっごい緊張したんですけど、いや夜遊びさん大好きなのでもうすっ
ごい嬉しかったですね。楽しかった衣装もね、新しい衣装いっぱい着れて楽しかったですし、夜遊びさんが出演前によろしくお願いしますって言って、夜遊びって書いてあるステッカーに柿はるかさんへって書いてサインも書いてくださって、みんなで、はあ、どうしようこれどうやって持って帰ろう、え、ファイル持ってないんだけどどこに入れよう、スマホの裏とかでいいから、え、どうしよう、でもサイン剥げちゃうかなとか言ってテンション爆上がりでやってましたね。楽しい紅白歌合戦でした。もう9回連続乃木坂出場させていただいてるので、10回目の出場ができるように今年も1年頑張りたいなと思います。ありがとうございました。では続いて、愛知県17歳女の子、ラジオネームみゆちゃん。はるか先生、明けましておめでとうございます。年末は紅白を見て、カウントダウン TV を見て年越ししました。年明け最初にやったモノポリーでは、いつも最後にはるか先生から手をつなぎに行くのに、遠藤さくら先生からつなぎに行っていて思わず叫んでしまいました。新年早々書き作が見れて幸せな一年になりそうです。お正月に最後のお年玉をもらったので、私もはるか先生と同じでガジュマルの木を買って育てようと思います。私の今年の目標は、はるか先生をたくさん応援することです。たくさん応援させてください。大好きですありがとうございます。そっか、最後のお年玉をもらったんですねありがとうございます。そうなんですよ、カウントダウン TV にも2024年一発目の歌披露だったわけなんですけど、でもいつもは私からさくちゃんの手を握りに行くっていう振り付けっていうか、まあそういう演出なんですけど、この振り付けをねつけてもらった時に、最初は一緒だったんですよ、私とさくちゃんが手をつなぎ合って前向くっていう振り付けだったけど、なぜかMV を撮った後に私からになっちゃって、それが私は寂しくて、あ、なんかさくちゃんこっち見てくれないし私からつなぎに行ってばっかじゃんって思ったので、これ多分音楽番組とかいろんなところで披露する機会っていっぱいある、これから先いっぱいあると思うから、音楽番組最後ですっていう時にこれ逆にしたらめっちゃ良くないっていうのをさくちゃんに提案したら、さくちゃんがめっちゃいいねって言ってくれて、じゃあひっそりやっちゃおうかって言ってやりました、これをこれどうなんだろうね、このみゆちゃんは気づいてくれたけど、みんな気づいてくれたのかな。さくちゃんと二人だけでそうやって秘密で変えてたんです。ここ気づいてくれて嬉しいです。だからちょっと歌番組で披露するのは最後かなっていうくらいだったんですけど、私は紅白のエンディングまで出させていただいてたので、カウントダウン TV までの移動がもう超タイトで、もうエンディング終わりました、はい、すぐに NHK 出ます、衣装のまま車に乗りますってなって、で車の中で年越ししてカウントダウン TV さんに出てるメンバーとビデオ通話しながら年越して、でそのまま行って着替えて、もうすぐ出るって感じだったので、あんまり腰は足をみたいなお話あんまできなかったけど、一番心に残ったモノポリー披露だったなって思いますね。楽しかったなあとね、ガジュマル何人かの生徒がガジュマル育てようとしてくれてるみたいなんですね、嬉しいあ、熊本県柿ねるさんもガジュマル買ったみたい、買ったんですね、写真が届いてるみたいなので見ます。はい、あ、かわいい、これあれだ、乃木坂のカフェやった時に私が描いた柿猫の旗刺してあるこれ大丈夫かな、ガジュマルの木が成長するにつれ旗取り込まれていかないかな、この根っこに可愛いこのガジュマルの木は、私も年始に買い物に行った時にガジュマルの木が売ってたんですけど、なんかあんまり私の胸に刺さるガジュマルがいなくて、足っていうんですか、この魅力的な足の部分がちょっとあんまり刺さる子がいなくて、あー、ちょっともうちょっと私の運命のガジュマル探したいなと思って、まだ買ってないので、ちょっといいな、この子超可愛いですね、わ、いいなね、皆さん
私も買ったら報告します。あと写真も撮ってきますので、皆さんもぜひいっぱい送ってください。俺の家、私の家のガジュマルはこれだっていうの送ってください。よろしくお願いします。続いて宮城県24歳男性、ラジオネーム司教さん。はるか先生こんばんは。明けましておめでとうございます。今年も幸せいっぱいな一年にしたいですね。芸能人格付けチェック見ました。カッキーのあわわかも楽しみつつ、しっかりクイズも当てていたので、やっぱり決めるときは決めますね収録の裏話等々あったら教えてくださいということで、そうなんです、乃木坂46、私とね、なぎの講師の井上なぎちゃんと、先輩の梅澤美波さんと与田由紀さんと4人で芸能人格付けチェックの方に出演させていただきまして、私は初めてだったので、その出させていただくのが、乃木坂としては結構こう先輩が出てらっしゃるのを見てたので緊張するなと思って行ったんですけど、やっぱりもう共演者さんの皆さんが本当にもう豪華な方々ばっかりで、ものすごく緊張してました。私はもうその時もう喋るのをどうしようどうしようって感じだったんですけど、やっぱりでも一流芸能人でいたい、乃木坂の看板背負ってきちゃってるから頑張ろうって思ってクイズは頑張ってました。そしたら結構当たってたみたいそうなんです。あの楽器の音を当てるとか、ダンスをね、社交ダンスをどの人が一流でしょうかみたいなのとか、あとね、チャーハン、浜田さんの作ったチャーハンもう三つあったんですけど、あの、町中華のチャーハンは分かったんですよ。味がちゃんと町中華っていう感じの味してたので、これは町中華だって思って。でも、あとの二つもどっちもめちゃくちゃ美味しくて、私の好みだと浜田さんのチャーハンがすごい好きだったから、あ、これかなって思ってやったら、あの、あかんでしたね。一番あかんやつ選んでました。そう。でも本当に美味しかったから皆さんに食べてほしいですね。あれ、浜田さんチャーハン屋さん開けそうって思っちゃったぐらい、だから一番かも引いちゃったし外しちゃったりもしたので、乃木坂としてはそっくりさんになってしまいましたそっくりさんか、乃木坂46のそっくりさんね、悔しいですね。また出させていただける時があったらというか、出れるように頑張るんですけど、その時はもう一流で帰りたいですね。うんリベンジする機会があったら、乃木坂46一流芸能人にまたなれるように頑張りたいと思います。僕の前でレジに並んでる君とどこかで会った気がして、どこの誰だったっけって全然思い出せないんだ。それとも誰かに似てるだけか、ドラマに出ていた女優だったか、でも確かにそっくりな君と見つめ合ったことがある。それがどうして僕をこんなに切なくさせるんだ。お届けしているのは乃木坂46で他人の空にです。他人の空になってしまいましたねそっくりさんになってしまったので、今年1年間は私は柿はるかのそっくりさんです。だから今4組の副担任、乃木坂46の柿はるかですじゃないんですよね柿はるかのそっくりさんですになっちゃった。1年間空にでやっていかなきゃそんな中でも頑張りたいと思います。あ、悔しさが戻ってきちゃった
ちょっとそね、そっくりさんになっちゃったからこの曲を選びました。皆さんはそっくりさんにならないように頑張ってくださいありがとうございました。そろそろね、授業終了の時間になりました。乃木坂ロックスでは生徒のみんなからの近況、3学期が始まってどんな風に過ごしているのかなど何でも自由に受け付けています。乃木坂ロックスのページから書き込み、メールもお待ちしています。 X でのポストはハッシュタグ乃木坂ロックスでお願いします。それでは私とはまた来週この教室でお会いしましょう。4組の副担任、乃木坂46の柿遥でした。校長教頭、この後も受験生への応援よろしくお願いします。もちろん受験生応援しっかりやっていくよ。ただただなんか今日カッキーずっとヘラヘラしてなかった、そう、頭からさ、やっぱそっくりさんだからじゃない、なん、あ、そっくりさんだからかなんかさ、その紅白のさ、あのアイドルの話してる時もさ、なんか今日なんかみたいな、なんか私最後のあのそっくりさんの話とかなんかずっとヘラヘラしてたよね今日。でもやっぱそのそれだけカッキーをいつも見てるから、あ、好きですよ、あ、言ってる、はい、そっくりさんであろうと思うだと思う、はい、全力応援していきます僕は。いいね、うん、だからもう改めてこう、うん、次こそはそうね、一流芸能人になっていただいて、はい、本物のカキハルカ先生に合わせてください。あと受験生の応援の言葉もありがとうね。なんかこうカッキーの言葉で気合が入ったっていう生徒もたくさんいると思うからさ、そうね、うん、受験生のみんな最後まで諦めずに一緒に頑張ろうな。はるか先生の受験報告も待っております。書き込みはカキハルカの乃木坂掲示板かメールに送ってください。